日本列島は16日も高気圧に覆われ、内陸部を中心に東日本と西日本で気温が上昇した。気象庁によると、35度を上回る猛暑日となったところは午後5時現在で1.86地点、30度以上の真夏日になったところは646地点に上った。気象庁は今後も暑い日は続くため、こまめな水分補給や、多量に汗をかいた際の塩分補給、適切な冷房利用、記事全文を読む。